野原正氏は、長崎県南島原市出身の元プロ野球選手。長崎日本大学高等学校で1年春から遊撃手のレギュラーを獲得。高校通算30本塁打。2006年の高校生ドラフトで、土の上忠しりを外した阪神から一巡目指名を受け入団。高い身体能力とパンチ力が評価された。背番号は37。 ルーキーイヤーの2007年から2軍では3塁手のレギュラーとして出場。71試合に出場し打率、236、1本塁打26打点を記録した。2008年も3塁手を中心に2軍のレギュラーとして出場。87試合に出場し、打率、253、1本塁打31打点の成績だった。2009年には、 86試合に出場して打率、282、五本塁打37打点を記録した。同年より、チームには、同性の野原優也が加入し、スコアボード表記が、野原進むとなる。2010年に2軍で101試合に出場、リーグ最多イの103アンダ打率、303,7本塁打、44打点、オプス、775の成績を残し、 ウエスタンリーグ表彰の優秀選手賞と、球団制定のファーム年間 MVP を受賞した。また、この年10月に、台湾で開催された第17回アイブフ、インターコンチネンタルカップ、日本代表にも選ばれた。2011年8月28日のヤクルト戦で、7回裏に一塁走者、檜山慎次郎の代走として一軍初出場を、果たすが、続く打者が、 敵字安打を放ち、二塁に進塁した時点で野原に、ダイソーヤマトが送られ、球界でも珍しい、ダイソーのダイソー王となった。この年は2試合に出場した。11月には、オーストラリアンベースボールリーグのキャンベラキャバルリーに派遣され、8試合に出場、31打数11安打、打率、355、1本塁打、9打点。 二投類、オプス923と派遣期間を終えて、帰国するまでは打点王の活躍だった。2012年9月26日のヤクルト戦で6番一塁手で、プロ初スタメンで試合に出場。この試合の3打席目に赤川勝則から左前打を放ち、プロ初安打を記録した。同年オフ、背番号を FA で阪神に入団する。 日高剛に譲り、自身の背番号は67に変更になった。2013年シーズンは1軍で8試合に出場するも安打を放つことはできなかった。ウエスタンリーグでは76試合に出場し打率267に本塁打27打点の成績だった。10月1日に球団から戦力外通告を受けた。11月10日、 1> 第1回12球団合同トライアウトに参加したが、獲得球団は現れなかった。2014年度より、社会人野球の三菱重工長崎に、食卓社員として入社。2016年シーズンをもって、現役を引退した。その後は、三菱重工を退社し、建築用過半式作業台のレンタルを行う会社に勤務している。ありがとうございます。